湯浅一番大きなチャンスを迎えて現在は2アウトランナー3塁1対0カープ4番のマクブルームのホームランによる1点さあ守りきれるかタイガース土壇場追いつくかワンバウンド来ましたまあ、ここまでは大山見切ってますそうなんですよね、はい、ここまでは見れるんですけど 3-2 になるとこう振ってしまうということは結構あるんで、フォークボールはね、まあ、でも簡単にまっすぐ来そうには思えないんでなんかそんな雰囲気しませんね確かにねしかも大山ストレート強いっていうのはね、多分データは言ってると思うんで同じようなとこからフォークボールっていうことになってくるんじゃないかなって思いますけどもまあ、中途半端に行くような感じのボールになってしまうと大山にはもちろん一発がありますので、ねはい、その辺の怖さもカープバッテリーとしてはあると思います空振り三振140キロ、まあ、最後はなんとかこのクローザーの栗林が投げ切ったという渾身の一球でした三塁に中野残塁ついにタイガースこの試合を通じて6安打放ちましたが点を取ることはできませんでした1対0カープが逃げ切りましたカープはこれで3連勝ということになりました一方タイガー